シェリル・ウーダンは、アメリカ合衆国の投資家、作家である。テクノロジー、ニューメディア、新興市場の成長企業に焦点を当てた、シニアバンカーであり、ダブルボトムライン企業、代替エネルギー問題、女性企業家についても取り組んでいる。ゴールドマンサックスで、個人資産管理アドバイザーを務めた経験もあり、以前は、ニューヨークタイムズ社のジャーナリストであり、同社の役員でもあった。 現在はニューヨークで中小企業にサービスを提供するブティック型投資銀行であるミット、マーケットセキュリティーズのシニアマネージングディレクターを務めている。中国系アメリカ人3世であり、ニューヨークタイムズ社に採用された初のアジア系アメリカ人記者である。中国語と日本語を多少話す。ペンシルバニア大学とミドルベリー大学から名誉博士号を授与された。 2011年秋に、イエール大学、ジャクソン国際問題研究所の上級講師を務めた。また、ブルームバーグ TV、NPR、コルベアレポー、チャーリー・ローズなどのテレビラジオ番組で、中国や世界情勢に関するコメンテーターとして、活動するほか、国際通貨基金、世界銀行、外交問題評議会などでも講演を行っている。 中国系アメリカ人の家庭に生まれ、ニューヨーク市マンハッタンのアッパーウエストサイドで育った。1981年にコーネル大学からヨーロッパ市の学士号を取得した。バンカーズトラストで国際有志担当者として3年間勤務した。その後、ハーバードビジネススクールで経営学習士号を取得し、プリンストン大学ウッドロー・ウィルソンスクールで 公共経営収支号を取得した。1988年にニューヨークタイムズ記者のニコラス・クリストフと結婚した。ウォール・ストリート・ジャーナルなどを経て、1989年にニューヨークタイムズ社に入社し、特派員として北京市局や東京市局に派遣された。同市では世界のエネルギー、世界市場、海外テクノロジー、海外産業を取材し、 中国の経済成長から日本のテクノロジー、ロシアの石油、ガスからブラジルの代替エネルギーに至るまで国際的なビジネストピックを担当した。またニューヨークタイムズの翌日の記事を紹介するテレビ番組ニューヨークタイムズページ1のキャスターを務めた。ニューヨークタイムズ社の戦略企画部と発行部では次世代の新聞読者の育成に尽力した。 ニューヨークタイムズ社の中で報道と経営の両方のキャリアを経験した数少ない人物の一人である。ゴールドマン・サックスの投資運用部門で副社長として個人資産管理アドバイザーを務めた後本を書くために退職した。1989年の天安門事件の報道で夫のクリストフと共に1990年のピューリッツァ賞国際報道部門を受賞した。 夫婦でのピューリッツァー賞受賞は初めてのことであり、またアジア系アメリカ人女性記者としても初のピューリッツァー賞受賞となった。また中国での取材でジョージ・ポルク賞とアメリカ海外特派員クラブ賞も受賞している。2009年にはクリストフと共にデートン文学平和賞の生涯功労賞を受賞した。2011年にはニューズウィーク氏の 世界を動かす150人の女性の一人に選ばれた。2015年、彼女は、ワンキャンペーンが署名を募っていた、公開書館に署名した。この書館は、ドイツ首相のアンゲラ・メルケルと南アフリカの政治家の、ヌコサザナ・ドラミニズマに当てられたもので、新たな開発目標を確立する2015年9月の主要な国連サミットにおいて、開発資金の優先順位を設定する際に、ドイツには、 G7 の南アフリカにはアフリカ連合を代表して女性に焦点を当てるように促すものである。ウーダンは夫との共著で4冊の本を出している。c h i n a w a k e s The Struggle for the Soul of A-Rising Power と h u n d e r from the East Portrait of A-Rising Asia は東アジアの文化的、社会的、政治的状況をインタビューや 個人的な体験を通して考察したアジア研究所である。3冊目の本は、ハーフザスカイ、ターニングアプレッションイントゥオポチュニティフォーイメン、ワールドワイドで、この本を元にした p b s のドキュメンタリー番組で、ウーダンは賞を受賞した。ハーフザスカイは、Facebook のゲームにもなり、110万人以上がプレイした。二千十四年に刊行された四冊目の本、 トランスフォーミングライブズクリエイティングオプチュニティは、リタ主義が我々にどのような影響を与え、どのように変化をもたらすかについて書かれている。財務委員会や投資委員会など10年以上にわたってコーネル大学の評議員を務めた。また、プリンストン大学ウッドロー・ウィルソンスクールの諮問委員を長年務め、2013年には同窓生から、 プリンストン大学の理事に選出された。ありがとうございます。